新鸞ラブということで、えー、生誕850年ということで新蘭なんですけども、まあ、新蘭といえば「単二抄」「生意味な仏」ですよねで。今日はですねその「新蘭ラブな清水さんがですねこの「単二章とねあの複雑さを生きるこれについてのですね話をちょっとしたいなというふうに思っております。 いやーこれね、すごく関連するところあるなというふうに私、思っているんですけども、あの、まあのま親鸞、すごいですよね。この浄土真宗ね、ねもうすごい勢いある宗派じゃないですか。ねで、この850年、いやーなかなかこれできることじゃないですよ。で、私、うつ病のね、あの時にですね、すごく辛くなったり、まあうつ病の時だけじゃないですよね。人生辛い時にですね、生身だい話ね、えー、話、まあ、そんな別に何回唱えたらいいっていうもんでもないんですけどね。心の中で 一回唱えたつもりになっただけでですね阿弥陀様のお光によって救われるというところなんですけども、まあ、この考えってすごいですよね。あの今日はちょっと新蘭のですねこの生阿弥陀仏の話とですねあの現代に生きていくために私が気にしているところっていうところを話をねちょっとしたいなと思っているんですけどもこの「歎二章の最初のスタートね。 阿弥陀仏の誓いの不思議なお力に助けられて浄土に生まれることができると信じてそうして念仏を唱えようと思い立つ心が起きるときそのときでに阿弥陀仏は救いに抱かれる恵みをお与えになっているのであるというふうにこう言ってるわけですよつまり、えーまあ、阿弥陀様あの、まあ、仏様ですよね仏様の誓いの不思議な力にお助,け助けられて、まあ、浄土に行けると。 いう風に信じられたらです。そして念仏を唱えようと思い立つ心が湧き立てば。要するに、口に出さなくてもいい <laughs>、えー。その時すでに阿弥陀仏は救いに抱かれる恵みをお与えになっている。もうその時お前は悟ってるんだと。こう言っているわけですよ。これすごいすごいいい。あの、まあんだろうな。勇気を持つというか、ほっとしますよね。ほっとする。ね、何よりあの思うだけでいい。安上がりだな。 っていうううにこう思うわけですよ、ね、であの一月万冊でですね私が最近ずっと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 あの最近取り上げているのがですねこの「複雑さを生きるの」の計画制御の困難性っていうところをねあの取り上げているんですけど、まあ、これどういうことなのかというとですね多くの場合はね物事を事前によく調査をしてでそしてその調査に基づいて計画を立ててでその計画通り実行すればきちんとうまくいく。 いいうふうにこう信じられているわけなんですよね、まあ、努力ねきちんと一生懸命頑張る、まあ、衝動満感がありますよね自力衝動門っていう感じなんですけどもこれはどういうことなのかというとですね、あのー、計算量爆発問題とかっていうのをね、あのー、話をしたと思うんですがこのまず晩ご飯のこんの献立一つ想像をとってもね、えー、どういうふうにしようかなって思った時にですねもし自分が あのー、ご飯を作って家族のためにご飯を作っているんだとしたら家族が4人いるとしましょう自分も含めてねでそして朝昼晩のご飯を作るんだとしたら晩ご飯はですね昼の残り物を使うのかそれとも昼とは違うものにするのか朝とは被らないようにするのか昨日のご飯とは違うようにするのかお父さんが食べたいものとお母さんが食べたいものと子供たちが食べたいものは違うとか栄養状態も違うっていうふうに組み合わせがすごくたくさんありますよね。 で、この組み合わせってですねあの食べる時のタイミングとかその時の体調とかも考えるとですねすさまじい量の組み合わせになるんですよ。ね、でその組み合わせが50あるとですね一桂通りぐらいになるんですよ、まあ。とんでもないことになりますよね。で、あのー、だから元気がなくなってくると人間ってなんかずっと同じものを食ったりねあー仕事疲れたもう今日もこれでいいやっていう風な感じで同じものを食い続けたりですね愛が冷めてくると。 こんてを考えるる元気がなくななくくっとということなんですよねでそれはあの愛が覚めたとか疲れたから考える気力がないっていうことこんな簡単なことを考える気力がないのではなくとてつもなく大量の計算を実は晩ご飯んの献立一つ考えるだけでも人間っていうのはしてるんですよ。で それって脳みそが本来欧米ーーヒートするぐらいのすごい量なんですよ。で例えばあの計画制御の困難性ベストの就職先を選ぼうっていうこともですねこれは不可能なんですよ。ね、だってあの日本に会社は200万社あります。200万社ですよ。ね、で大企業がうち1万社なんですよ。じゃあ大企業だけに絞って就職活動しましょう。で自分がベストのの求人なのか 仕事本当に自分が合う仕事なのかっていうのにですね1社あたりどれぐらいかかりますかどれぐらい調べるのにこれ仮にめちゃくちゃ絞りに絞って調査だけですよ調査だけでそうだな 1>, 1時間だとしましょう1時間1時間かけたでそうするとですね、えー、1万時間必要ですよねで1年って大体8,000数百時間なんですよ 不眠不休で調べ続けてですよ、皆さん、不眠不休で調べ続けて、ね、一番下調べきれないの大企業の求人情報。で、じゃあもうなんとか調べきったとしましょう。その頃には景気も変わってますね。で、自分自身も年も変わってますね。条件も変わってますね。なので、実は就職先1つとってもですね、別トの就職先を考える、これは不可能なんですね。で ましてですねその就職晩ご飯のこんの献立一つとっても計画制御ってあの計画して調査して計画して実行するって不可能なんですよ不可能なんだけどもなんだかわかんないけどこの計画制御っていうのが効果があるってていいう,うに信じられていませんかね。私はこれは全く効果がないというふうに思うだって晩ご飯のこんの献立一つとっても組み合わせ無限大ですよ 就職活動でいいところを見つけるっていうことにすら使えないものがなぜか社会人になったらきちんと調べてねきちんと調べてしっかり計画してちゃんと実行すればうまくいくいや無理じゃねっていうふうに俺社会人でよく言われること葉あのありますよねね体調管理しっかりしろねプロなんだからいやこれも無理ですよ 人間が病気になるる要因ってどんんだだけあるんだよ少なくともそんなふうに言ってくる上司のせいで病気になるわっていうふうにあの私は思うんですけどもあのそういうのいっぱいあるんですよ。ねででじゃきちんと体調管理したらえ仕事に迷惑をかけない完全な健康体がみ、ね、手に入るいやそんなバカな。無理なんですよ。無理なの。でも人間ってそういう無限の あの選択肢があるんだけどもなんとなくところがどっこいあなたは今生きてるわけですよね私もところがどっこい生きてるわけじゃないですかでそれはしかも私の人生だったら40数年間、まあ、もしかしたら20数年の人もいれば80年ぐらい生きてる人もいるかもしれませんよねところがどっこい生きてきたわけじゃないですか交通事故に遭う可能性だってあったんですよね、他にもいろんな病気をする可能性があったそれでも生きているんじゃないですかすごういうことじゃないですか ね、でそれは皆さんがね今日死なないためにどういうふうに計画を立ててしっかり実行しよう。いや死ぬ可能性いっぱいあるよ交通事故、ね、もしかしたら自転車が突っ込んでくるかもしれないあの通り、ねえー、もし普通に曲がろうというふうに思った時にもしかしたら車が突っ込んでくるかもしれないとかね通り魔に合うかもしれないいろんな可能性があるわけじゃないですか。でそれ無限に備えてたら何にもできないよ。 何にもできませんでもっと言うと今のって人間所詮人間社会の話ですよね。人類が生まれて何万年何万万年年、ね、古代エジプト王朝とかってなんか紀元前4,000年5,000年とか2,000年とかそれぐらいからあったわけですよね。シュメールとかまで考えると。ね。そっから考えていろんなことあったけどところがどっこい生きてるわけですよねで。もっと言うと今の所詮人類の話ですよね。 ね、あの地球がどういうふうに誕生したのかは私にはちょっとタイムマシンを持っていないので分からないんですけども今のところ定説としてはですね,ねガスや塵がこうぐる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 溜まって太陽が生まれましたで、他のやつが水星金星地球火星っていうふうにこうどん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 できていってで月がないところにですねジャイアントインパクトといって火星と同じぐらいサイズのです、ね、やつがドッカーンって当たってその破片が飛び散ったやつが一部は月になりました。一部は 地球になりましたっていう風になって潮の満ち引きがですね雑ッパンザッパン月の調積力によってね生まれてでそれによってかき混ぜられることによってたまたま生命ができちゃいましたほんまかいなってすごいですよねでそこからですねあの,たの単細胞生物がですね単純な脊椎動物になって魚になってなぜかね両生類になってでそれがもういろんなものに進化してきていろんなものがあったじゃないですか。それを全部乗り越えて 来た力生命の力これすごいですよねだからそのすごい生命の力が私たちの身体にはそもそも宿ってるんですよそもそもその生命の力っていうのが宿ってるんですよこれはもうちょっとオカルトチックな言い方を、はい、かっこよく SF チックな言い方で言えばですね宇宙の神秘が我々には詰まってるんですよそれがなかったら我々はベストの 晩御飯すらやることもできないもう本当にそういうことですよでよく嘘がまかり変わってるんですよね。計画して調査して計画して実行していけばうまくいくこんなの嘘ですただ無計画にやればいいそういうことじゃないんですよ無計画にやっちゃダメですよただある程度の当たりはつけるけど不足の事態が起きた時にあこれじゃないんだじゃあしこうしようっていうふうにこうまあその都度その都度臨機応変に対応していく元気これが大事なわけですよね これがすごく大切なんだけども、現代人っていうのはすごが元気を失っている要因っていうのは、まあ、あの計画制御がうまくいくっていうふうに信じている人が多いっていうでそれはでも原理的に見て不可能なことなのになぜか自分が失敗したらきちんと調査して計画しなかったから駄目なんだっていうふうに思っちゃいますよね。 もっと言うと子供の頃からですね宿題あのいい大学受験失敗しました、ねえー、入れなかったのは高校時代きちんと計画して勉強しなかったから、ね、じゃあそのなんでそういうふうにできなかったのかそれはあなたのやる気が足らないでやる気が足らないんだったらやる気がどうして足らないのかしっかり分析してそれを改善するための方法を調査してでそしてちゃんと勉強に臨んでいればお前はうまくいったんだ 調査と計画が足らなかったんだっていうふうにこうもし言われていたりしましょう。で、それがずーっとね、小学校入って6歳くらいからですね、大学卒業するまでの22、えー、2歳までストレートで言ってるんですよ。びっしり頭にこびりついちゃってるわけですよ。それはまあ、元気出ないわな。ちなみに清水さんは中高と、あのほとんど学校行っておりません。はい。あーのー、行きたくなかったんでね、私は。まあ、先生にいじめられたっていうのが一番の理由なんですけど、今日はちょっとその話はしませんけど、でもやっぱりですね、あーのー、 そういういい元気がどどどどんどんんどん失われてる現代だからこそこの元気っていうものを取り戻すっていうのがですねすごく大事なことなんじゃないかなっていうふうに私は思っています。でそれでね今日はあの生阿弥陀仏とですねあの複雑さを生きる、えー、話をしていくっていう話なんですけどこの親鸞のね阿弥陀様のお光って何なんだろうってこれずっと前から好きだったんですよ。阿弥陀様のお光か生阿弥陀仏か生阿弥陀仏って何かいいなーってね。ねで まあ、生み出物っていうのはですねもう阿弥陀様っていうもののお光があってですねこうも全部それでも救ってくださるというねでそういうものを信じようぜ感じようぜでこれが人間にもともと宿っている生命の力この何十億年という生命の力というものが宿っていて不安に思うこともあるかもしれないけども生命って数十億年かけて 今までここに来たんだよあなたの心にはね身体には宇宙のね神秘が詰まっててだからこんな複雑な人体っていうのが動いててその複雑な人体があの持っている複雑な神秘の力があるからあなたは普通にそういうまあいろんな晩ご飯決められるから服装を選ぶから仕事就職活動を選ぶあるいは恋愛できるっていうところまであるわけですよ。ね無計画にやるんじゃなくってある程度の当たりを立ててね あのこういうふうにやろうと思ったらうまくいかなかったその時にじゃあこうしようっていう元気がある人はうまくいくわけですよ。ね、不安な人っていうのはですねその元気がないんですよ、ね。だって完全に全てを予測して完全にうまくいくっていうね事前に計画を立てるということができるのは神様だけですよ。神様だけ。ね、でそんな神様いねえし。 ね、いやいるっていう宗派の方はどうぞご自由にだけどじゃあ彼にいたとしましょうでいたとしたらその神様になれるんですかだいぶおこがましい考え方ですよそれはだいぶおこがましいそれこそ火炙りだよよっていう感じですよね,ねだから私はあのなんだろうこの生命の自分のね持っている神秘の元気さっていうのを取り戻すっていうことがすごく大事だなっていうふうに思って いるんですよ、だって不安な世の中じゃないですか自民党は4勝1敗とはいえですねなんかあの選挙勝ったんですよでウクライナ危機はあるじゃないですか新型コロピーちゃんはあるじゃないですか鳥インフルエンザでですね一体どうなるのかも分からないじゃないですかもういろんなそういう複雑で恐ろしいものがいっぱい広がっているだけどなんだか分かんないけどいろいろあるかもしれないけどなんとかなるだろうっていうふうに思える人と思えない人はその自分の心の強さっていうのを信じているか ね、で自分の心の強さじゃないよ、もうこれはもう数億年、数十億年前からある生命が持っているこの複雑な世の中を、まあ、世界に対して、この複雑な生態システム、自分の体の、ね、仕組みと対応してフィードバックしながら生きていくっていう、すごい計算能力、ね、細かいその計算能力が何なのかっていうのは、この。 安富さんの,あの理論的な話でいくと複雑さを生きるに書いてますよ、ね、でその理論的なバージョンから計画制御ってうまくいかないんだなだけども人間って何で生きてるんだろうでそれってそんな論理的に不可能なぐらい不思議な力が心に備わってるんだよなっていうことを論理面から理解してそこにいく。ね。あ 何とか生き延びていけるんだっていうふうに思えるか、まあそれか、なんだかその難しいことはよくわからんと。難しいことはよくわからんと。わかんないけど、まあなんか850年前の偉い人がこう言ってたと。生身だす。あなんかわかんないけど救われるんだな。今日もいい日だな。まあ最近ちょっと寒いけど何とかなるだろう。っていうふうに思うかは、これも自由です。自由。どっちでもいいんですよ、そんなの。どっちでもいいんですよ。重要なのは、 親鸞の,の阿弥陀様が本当にいるのかどうかそんなことどうでもいいですよね。ね。宇宙誕生からですね生命がどういうふうに進化してきたのかそれをきちんと考えることもすごくいいことですよ。でも私たちに重要なのは自分がよりよく生きられるかこれじゃないですか今日不安にさいなまれずに楽しく生きられるか豊かに生きられるかでそして周りの人に迷惑かけずにで困っている人がいたら助けられるか。 で、そしててて幸せなな気持ちになって生きていけるか。それが一番なんだろうな大事なことじゃないですかね、でそのそれ,をそれを実現するためには生身みだぶつルートでもいいし複雑さを生きるルートでもいいし自分がこの複雑な世界に対してきちんとアプローチをしてフィードバックを得てでそして進んでいけるっていう実感。 これを取り戻すで、とかく世の中はね、本当に。とかく世の中はね、その元気を奪うようにですね、あっきら説が横行しておるんですよ。ね。いや、あの、さっき私、中学校、高校ね、ほとんどん行ってないっていうふうに言いましたけど、中学校1年生のね、入学式ってあるでしょ、4月に。 で、もう5月には行ってないですよ。5月に行ってないって、どれぐらい5月かっていうと、ゴールデンウィークから行かなくなったんですよ。そのたった1ヶ月の間に先生にいじめられたんですよね。で、先生にいじめられるっていうことはですね、自分の,あの元気を奪うことと、えー、奪わないことだったらどっちですかね。明らかに奪う行為ですよね。だけど、 あの計画制御っていう世の中の信念からするとですねまず一番計画制御を信じているのって日本だと日本政府ですよねで、えー、と学校を司っているのは文部科学省ですよねで文部科学省がいい子を育てるというもう言ってるだけで気持ち悪くなるようなそのことを考えて教育指導要項という綿密に調査して綿密に計画しているものがあるんでしょでそれを実行する舞台が学校っていうところじゃないですか。 で、それに対して私はですねなんでいじめられたかっていうとあの、私、くもが好きだったんですよね、くも式。で、くも式が好きだったんであの、数学の勉強が好きだったんですよ。なので小学校5年生の時にはもうあの、中2、3の問題を解いてたんですよね。で、解いてた結果ですね、えー、その中学校1年生の授業の時にですね、先生がこれできる人、これできる人っていうふうに言うと、はーいっていうふうに、すぐ答えて言ってたんですよ。で、それは、 文部科学省の計画制御っていう枠組みからすると明らかに外れてる存在だったんですよね。で明らかに外れてる存在だったからこそあの先生にとっては嫌だったんですよ。嫌だったから私が本当に言われた話はね「清水お前はたまには間違えろ」。しかもみんなのために間違えろって言われたんですよ。ええー。それってもう子どもの清水さんドン引きですよ。でまあ、それで嫌になっていかなくなっってかくたんだけど そこで多くの大人ね多くの大人は学校に行かなくなる子どもと学校にそれでも我慢していく子どもどっちを褒めますかこれね恐ろしいことに我慢していく方を褒めるんですよねでその方が社会秩序が保たれるその子の人生にとってもプラスであるとっていうふうにあのー、やっぱ思われるんですよでも私は あのどうしても行きたくなかったんでねもう行ったら死んじゃうっていうふうに思ってたからまあ本当にごく少数の,あの大人たちの応援があって学校に行かなくてもよかったんです。でじゃあ何してたか清水さんが学校に行かずに何をしていたかというとですね、えー、当時はスーパーファミコンがあの出たりとかしてで高校になったらプレステ1とかあの、えー、とセガサターンとかねそういうのが出始めたんだけど欲しいものがいっぱいあったわけですよ。 子供ながらにで私はお父さんあの女作って出てったあの最悪のクソヨシだったんで、えー、3歳の時にもいなかったんで、まあ、そんなに家も別に豊かじゃないからじゃ欲しいなお金欲しいなうんどうしたらいいのかなっていうふうに思ったんで新聞配達始めたんです新聞配達ねで新聞配達をして中学校にして月3万5千円お給料がありました中学校の3万5千円大きくないっすかねでしかもそれをですね幸運にも周りが認めてくれた 周りが認めめてくれたっつか諦めてたもう、まあ、この子はもう勝手にせいみたいな感じでねでも3万皆さん想像してくださいよ3万5千円13歳14歳で握りしめてスキン使っていいんですよでしかもそれをゲットするためにはですね強制的に朝5時前に起きなきゃいダメなんですね大変ですよねで夏も台風の日も冬で雪が積もっていても ヒコ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 で頑張んなきゃダメなんですよこれはなかなか大変ですよ体鍛えられますよだけど3万5千円ゲットして好きなもん買えるんですよでそれってすごいなんか子供らしい元気が溢れ出てる感じしませんねだから私は不登校だけども引きこもりでは全然なかったんですよもう、まあ、もう本当にあのー、人生で相当楽しくて幸福な時期だったんです でそうするとですね、多くの人は、でも勉強できなくねって困るんでっていう風にね、あの思う人もいるかもしれませんけど、不思議なもんでね、子供って、あの、元気が出てるとですね、どうなるかっていうと、なんか勉強してるなっていう風に思うんですよ、これ不思議なもんで。で、そうすると、あの周りの大人たちに、これ分かんないんだけどとかっていう風に勝手に聞くの。で、そうやって勉強するでしょ。で、私、あのそれで勉強して、で、高校は、 通信制の高校行って偏差し34だっったんでですよ。でも通信制ってね春休み夏休み秋休み冬休みっていうのがあって全くもってあのなんかほとんど学校行かなくていいレポートさえ書いていたらっていう不登校にはもう夢のような空間で,でそういうのを過ごしているとなぜか元気さえちゃんとあれば普通に大学とかも受かっちゃったんですよねまあ別に大学行かなくてもよかったと思ってるけど、まあ、とりあえず行ったわけですよまあ親高校みたいなもんだなというふうに思ってねあの行ったんですけど。 なので子供の頃にあの元気っていうのを奪われていないと多分普通にそうやって道って開けていくんだなっていう感覚があります。ね、でただ多くの人は私よりも不登校じゃなくって真面目だったんだと思うんですよ。それは 私とあの普通の人比べたら普通の人がいい人なんですよ社会的にはね基準で言うとねあのそれのせいで元気を失ってこの世の中がどうなっちゃうのかって分かんない時に不安におののいているそういう状況に私はあると思っててじゃあその時にねなんで不安なのかっていうと日本って昔ね 計画あの調査して計画して実行する、まあ、あの最近風に言うと PDCA サイクルっていうのでうまくいってたんですよ工場でねあのちゃんと動かしてでもそれいろんな条件があってもう通用しなくなっちゃったから今までの成功パターンが通用しない状況に今陥っていてどうなっちゃうんだろうってすごい不安なんですよ。ね、でしかも元気も奪われているからなんとかなるでしょうとも思えない。 でしかも自民党政府とかはその昔の成功体験にしがみついているからますます計画制御、計画制御、計画制御っていうふうに押し付けてくるわけですよ。どん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 元気が奪われてで余計にあの元気が生まれていくと国力が下がっていくから余計にまた計画制御、計画制御っていうこの悪循環に入っているんですよね。で、こういうところから抜け出すためにはどうしたらいいかっていうと理由は簡単。ね。あの元気を取り戻す。 ね、じゃあ元気を取り戻すっていう方法ってどうしたらいいのかっていうとですねもうさっきから言ってるけども二通りのパターンがありますよ。診断パターンねこれ一番おすすめです。なんただだから。<laughs> だって生網打仏と思い立つ心があればですよ。なんてお得なんだ。なんて安いんだと。ね。でそれではっかり。 これで,、OK ね、であのー、まあ統一教会の本よりかはだいぶね安いんだけども一般よりかは高い複雑さを生きるを買うかねでこれの効能というのは何かっていうとですねあのー、理論的にこれでもか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 っていう感じでですね今の常識をぶっ壊してくれる素晴らしいことですよ。で人間ってね 心の底からあのしかもこれ10時間の,あの解説講義付きだからね複雑さを生きるってで、しかも今バージョン2作ってですねさらにあーのーなもっと常識をぶっ壊すようにしております。ね、でこういう常識がぶっ壊れると人間の脳みそってさじゃあどうしたらいいんだろうっていうふうに考えるようになんのよで、どうしたらいいんだろうっていうふうに考えるようになると自然とああ ここういうううういいいい方法じゃななくててんっううに思うんですで多くの人は私にもう元気なんか残ってないよ。もう元気なんか残ってない。もう清水さんはそうもう清水さんはたまたまだよってたまたまね学校行かない幸運に恵まれてたまたまそういうふうにできたんだというふうに思う人もいるでしょう。 で実際私は幸運に恵まれたと思いますよ。クソみたいな父親にね、あの捨てられたしでし、子供の頃はいっぱい苦労もしましたよ。だけど、少なくとも、いろんな優しい大人が数人、本当に数人いたということは、ものすごい幸運だったと思います。だけど、皆さんにも元気ありますよ。元気あります。ね。え、どうしてない私には元気ない元気がない人と、ある人の,あの違いの見抜き方、教えましょう。 もうね、元気がない人はまず見てないと思います。元気がない人は見ていないと思います。ねえ、どういうことどういうことって思うかもしれないですよね。それはね、あの、言いましょう。それはですね、生きてるか死んでるか。それだけ。でしかも、それって、比喩的表現じゃないです。比喩的表現じゃないです。あの、物理的に心臓止まってるかどうか、あるいは脳があの止まってるかどうか、まあ、あるいは息してないか、してるか。 っていいう違いなんです生命活動の持っている元気さ神秘さこれはとてつもないものですよ皆さんとてつもないものですそれこそ何だろうあの大宇宙の神秘えー、あまりは親鸞風に言うんだったらもう仏様の不思議な力でもうそれぐらい謎のものもですよそれが宿ってるんですよねねいや実は、ね、清水さん私ね 幽霊なんです。だからあの死んじゃってるんですっていうふうにこういう人がもし見てたらですね幽霊が何で存在して俺の動画見てんだっていうこと自体でも神秘だよというふうには思いますけどもあのそんな人いないでしょ。 いや実はですね清水さん私あのー、もう幽体離脱して幽体離脱だって生きてんじゃんっていうふうに思うけどまあ、とにかく生きてる人しか見てないはずだよそうじゃない人が見てたらもうんももう,もう,もう初夏のホラーなんですけどさすがにそれはないでしょうねえで生命活動が動いているそれだけでもっていうかそれが皆さんが持っている膨大な不思議な力の結晶ですよでそれが まあ自民党なのか、日本政府なのか、子供の頃の教育なのか、それとも、あの、皆さんの周りにいる悪い上司、あるいは、なんか、良くない旦那さん、奥さんなのか、なんか分かんない、もうクソみたいな親なのか分かんない、そういうもののせいで、お前なんか大したことないお前なんか大したことないっていうふうに、こう言われ続けてるんですよ。ただそれだけ。ただそれだけで、あの、本当に、すごい生命の力がね、 あるにもかかわらず、あ俺なんて、っていう風に元気なくして不安になっちゃう。ね。で、常識さえ壊れて、あなんだっていう風に思ったら、ね。人間って面白いもんで、あれ、あれ、あれって活路が開けてくるんですよ。あれ、あれ、あれって開けてくるのん不思議なもんですよ、それは。それはまさに、あのー、もう、生命の神秘という風うにしか言いようがないし、複雑な現象としか言いようがないし、まあ、新覧風に言ったら生身がぶつん。 アミ様のお控えあのお計らいとしか言いようがないものですよねで、そういうものがまあ生命である以上備わってるんだよねでこの生命っていうのは晩ご飯の例えでもそうなんだけども献立一つ取るにしても無限の,あの選択肢の中からきちんと選ぶ能力があるじゃないですかねで元気がなくなってくるとなんだか同じもの食い続けちゃうじゃないですかねだけど献立を選ぶことと ねでえー、もうすごいことだしでそれがきちんとできるようになったら普通に世の中よりよく人生を生きるなんていうことはできますよ。でそれをさえ取り戻せばうまくいくいんですよ世の中ってものすごく混沌としたねあの世の中になってきているがゆえに、ね、これからますます自民党政府とかはいろいろとこうしろああしろこうしろってギュー でも、奪おうとしても奪えませんよ。だって生きてるんだから。ねで、その常識さえ変えてしまえば、私たちの人生っていうのは開けていくんだろうなというふうに思って。で、それの理論的に、まあ、あの、ぶっ壊されたいという場合は、この複雑さを生きる。ね。あの買って読んで、でそして頭に吸い込む。これも別にありですよ。でも ただの方法がある。それはですね、南無妙法蓮華経でいいんですよ。南無妙法蓮華経最高だと思うよ。いやこれね、私はあのちなみに大好きな部分があってですね。ね、あのこれ何かっていうとですね、単二章の四のところに慈悲には自力小動門と慈悲と他力小動門のえ自、ー、非との違いがあるっていうふうに書いてあるんですよ。自力っていうのは自分の力。 っってていいうののは他の力本願とかって言いますよね最近で言うとあの悪い意味で言われているんですけどもそうじゃなくって「他力」って本来はいい意味なんですよ。ね、で、えー、このですね「自力小道門」え「ー、自分の力の聖なる道の門」と書いてですね「自力小道門」え「ー、小道門の慈悲というのは一切のものをある意味愛しみ養い育てることである」っていうふうに言ってるんですこれできます皆さん。 一切のものを哀れみ、愛しみ、養い、育てること。そう、まあ、簡単に言うとそうすれば浄土に行けます。できますできる人います無理ですよね。ね、俺、少なくとも私には嫌いな人いますから、無理です。<laughs> で、一切のものを慈しむか、うん、まあ、そうだね。大好きな彼女とそこら辺歩いてる普通の人、もう、同じようにいたし。いや、無理、無理、無理かなっていうふうに。 あの思いますね、えー、私の大好きな、あのー、G ガンダムとかね単、あのー、A ガンダムと、あのー、そこら辺に最近量産されてるようなクソみたいなアニメ、えー、頑張られていると思うんですけどもそれを同じようにいや無理だな無理だなだからほとんどの人は自力小動門コース無理なんですよでも大丈夫、ねえー、これは何かというとですね「他力浄土門」「他力」っていうのは他力本段の他力の極楽浄土の浄土のあとゲートの門。 浄土門、ええ。じゃあこの浄土門の慈悲というのは念仏によって速やかに浄土に生まれ仏となってその上で仏の大慈悲心を持って思いのままに生を受けた一切のものに恵みを与えることを言うのである。ということで、ね、このように生を受けた好みのままではどのように、ね、かわいそうだ気の毒だというふうに思うね、えー、言っても救うことはできないそそうですよ人間だから無理ですよね全てのものを一くしめこれ無理じゃないですか。ね、でこの種の慈悲は不徹底である。 まあ、お釈迦様でも無理じゃねっていう、いや、できたのかもしんないね、お釈迦様ぐらいだったら。ルージュとかだったらできたのかなね。で、そういうこともねあの、考えますけど、キリストだったらできたのかなとかね。で、そんな無理じゃないですか。じゃあ、仮に、じゃあ、キリストとお釈迦様はできましたとかって言われても、じゃあ、キリストとお釈迦様になりなさいっていうことですからね。いや、その無理です。ね。それが無理な人はですね、ね、念仏を唱えればいいんだと。それが徹底した大事必心であるというふうに、こう言ってるわけですよ。 でこれってねあーのー私なりの解釈だけども自力の力を信じるねこの世の中はあのきちんと調べてねでそして計画して実行すればうまくいくんだっていう考え方これうまくいきません。原理理的に無理なんです多分まあ 親鸞、まあ、が考えたのって全然違うことだけど、きちんと考えて、計画して、でえー、調査して、計画して、実行すれば悟れる。いや、無理じゃねっていう風うに。まあ、なんか、まあ、天才だからね、親鸞とかまて。親鸞だけじゃなくて、法然もあの天才だし、それも空海も、ね、であのそれは最長も、まあまあ、みんな天才ですよ。でもっと言うと、全道大使だって天才だったと思うし、龍斐だってあの天才だったと思うし、お釈迦様だって天才だったと思いますよ。で それが、うん、無理かなっっていうふうふに多分思ったんでしょうねでそれを親鸞が思ったのは「いやそんなことよりも仏様の力信じたらいいんじゃない?」っていうふうにこう思ったわけですよね。でそれがあの仏様っていうとなんか私はちょっと遠くちょっと違う存在あるいは56億7千万年後にあの救いにやってくれる身の窪をさす「いやいます」今救われたみたいな感じじゃないですか。 ね、なのでだからそう考えるとなんか仏さんは別に阿弥陀如来を力を信じるっていうことが別にできる人は生阿弥陀仏るといでただですよだけど私の場合はあのー、本が好きだっていうのもあるので自分の力神秘っていうのを自分って自分じゃで自分のでしかも自分っていうよりも自分のこの喋ってる息吸ってる なんかなんか食ったら消化してうんこりして出してくれるっていうこのこのこの一連の生命生命ね生命普通に動いてる生命これがすごいことなんだっていうふうに思うことの方がな,なんとなく身近に感じてるんですよね今はね当然親鸞も大好きだけどねだけどこれとかってちょっと似てるよなーっていうふうに思ってでますますこの時代っていうのはすごく苦しい時代になっていくと思いますよ残念ながらなっていくけど まあ少なくともなんか全天球凍結とかジャイアントインパクトとかですねあのそういうのに比べればまあだいぶ真っしだと思うので,で自分の生命の力っていうのって本当すごいよなっていうことが信じることが、まあ、信じるっていうか感じるっていうことができさえすれば、まあ、どんな時でも生き延びていけるんだろうなというふうに思ってねでそれの無料ルートが診断でございますで本を私みたいに本を読んでしっかりとね勉強したい で、勉強することによって、ちょっと自分の頭の中にこびりついてる常識を変えたいっていうに思う人には、本がおすすめだよっていうふうに、あの、思ってね、えー、これ、販売してるしで、しかも解説動画10時間付き。ね、10時間大変ですよ。ね、大変だって、だけど、まあ、常識ぶっ壊す大変なのよ。ね、本当に大変なことなので、あ,あのこういうコースもありますよっていうことで、あの、無料がいい人は生身み立てだけでいいと思いますよ。はい。で、ちなみに、福田総育料はですね、バージョン1だけで解説動画10時間ついていますが、バージョン2。 解説動画をですね、さらに10時間より増えるのみたいな感じなんですけども、あの安富さんが今撮って、今4巻目まで行っております。ね、いやあの4巻目っていうのはあの、えーとよ、第4回の有料動画までもうすでに撮り終わってるんですよ、バージョン2。で、完成したらお届けしますけども、まずは皆さんにあのこれをね、先に買っていただいた方々にだけバージョン2を特別価格で先行販売する予定ですので、 ぜひね買って欲しいいなと思います、ねえー、ちなみになんかこれを言うとですね親鸞の,あのこのなんなん虎の胃を借る狐みたいな感じで親鸞の胃を借りて、えー、販売する清水有子みたいな感じです、ね、あーのー思われるかもしれませんがちょっとねせっかくなんで最後に「単異抄」のねあーのーこれね「単異抄」すごく面白いんですよ。あーのー面白いって何か自己啓発セミナーを惑わして売る人 みたいなものまで書かれていて、ですねちょっとあのこっち書き込みがたくさんあるバージョンなんですけど、えー、これね、えー、とどこだったかな、えー、っとね、あのー、例えば、えー、文字一つ知らない愚かな人が念仏を唱えているのを見て、お前の仏の誓いの不思議な力を信じて念仏を唱えるのか、それとも皆の讃える孤毒の不思議な力を信じるのか。 と言って驚かし誓いの不思議の力と皆の不思議のとの力が2つの持つ意味合いをはっきりわかるように解き明かさないで人の心を惑わす例がある。何言ってるのか分かんないじゃないですか。要するにあの阿弥陀様の生阿弥陀仏というふうに唱えるだけでね、お前本当にそれで極楽浄土に行けると思ってんのかちゃんと勉強したの勉強してなかったらもしかしたら。 極楽浄土に行けてもその端っこだからその端から落ちて地獄に落ちるかもよとかっていうふうにですね <laughs> 脅されるわけですよででも死んだはいいやそんなの関係ない関係ない関係なくあの別にみんな救われるんだから心配しなくていいよって言ってるわけですよだから別にあの複雑さを生きるを買った方がしんあのより あなたの元気が復活すす。る。なんか,分かんないですただヒントは一生懸命込めましたたよ。ただ無料のルートとしては生を見たことはせっかく日本で最大の周波数ですからねなのでそれもあるよっていうことと私が「歎異抄」大好きなので、えー、単に紹介したかったっていうことだけですねだけど多か世の中はいろいろ辛いことがいっぱいあるじゃないですかねな選挙もいろいろあるしだけど、まあ、こういうことも今日たまにはこういう動画もいいんじゃないかなというふうに思って生網だとです。 今日も読書チャンネル登録といいね。よろしく。じゃあねー。